こんにちは、遠藤です。今日は、JFX さんの方で、メタトレーダーを使った、投資戦略に、FX のトレード手法についてお話ししたいと思います。リアルタイムの今動いているレートとチャートを使いますので、今日は皆さん株をやってらっしゃる方もニューヨーク市場の動き、固唾を飲んで、見守ってると思うんですが、そういうことの、助けにもなればなと思っています。JFX さんのセミナー、前々回はすごい雷の時で、今日もこのセミナー、よりによってこの株が大暴落してる日っていうのはなんか悩む感じますが、頑張って、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはメタトレーダー、これ皆さんご存知のように世界最大というか600万人だったかなんだかも使ってるという、優れもののチャートソフトなわけなんですが、これを使って、私もいろいろなインジケーターを入れたり、してトレードしています。で、その使い方というか、私がやってる一部の手法なんかをご紹介しながら、メタトレーダーの使い方勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまず基本からということで、チャートの作り方やっていきましょうか。まずはこのファイルから新規チャートを選んでいただいて、ドル円の今、ここを押します。こうなると1時間足、デフォルト1時間足が出てきます。これ見ていただけると分かるように、時間軸が、海外の時間になってますので、ここで、タイムゾーンを選んでいただいて、ドラッグして、OK ですね。ちょっと違いましたね、これ。すいません、削除ということで、このジャパンタイムゾーンですね、ジャパンタイムゾーンのところ、ここのナビゲーターというところに、このようにインジケーターが入ってます。このインジケーターを、ナビゲーターから引っ張ってくると、ドラッグして、ポンと入れられますので、これが一番簡単なインジケーターの表示の仕方かなと思います。で、こうしますと、時間がこう出てきますね。東京のタイムゾーンに、ジャパンタイムゾーンになったかと思います。で、今ここ、バーチャートになってますので、ロウソク足にしまして、これをこのように広げていくと、バーチャート表示されてますね、時間足ですね。で、これだけだと確かに今、20時ちょうど始まりましたね。20時から東京のタイムゾーンになってるわけなんですが、少し見にくいかと思いますので、これをもう少し、見やすくするにはどうしたらいいかというと、そのチャートのどこでもいいので、指しまして、右クリックで、一番下のプロパティというところがありますので、ここを押して、ここでいろんな設定とかもできますが、全般的ないろいろな設定ができます。この中で、期間区切り表示っていうのがあると思うので、ここに、ポチを押してください。で、そうして OK。そうすると、その1日のこの、1日の表示ですね。ここからが、6時からが、今日の時間、その前が昨日ということで、これ非常に分かりやすくなりますので、で、例えばこれを日足にこう変えると、これは、月ですね。この区切りは月になりますので、ここのこの期間区切り、右クリック、プロパティ、全般、期間区切りの表示っていうのは、便利ですので、ぜひお使いください。で、時間足ということで、東京時間、このようにごちゃごちゃっとなっていますよね。で、この時間の切り替え、これ1分足であるとか、5分足であるとか、15分、1時間、デイリー、ウィークリー、マンスリーというふうになっているので、とりあえず1時間足、日足、まずは日足からちょっとやってみましょうか。で、日足の中で、例えば移動平均、いくつか今日はご紹介するんですが、まずは移動平均のお話ししていきたいと思います。で、移動平均作るわけなんですが、移動平均で例えばチャートの作り方、ここにトレンド、ここに挿入っていうのがあると思うんですが、ここにインジケーター
があります。で、この中のトレンドで、この中のムービングアベレージというのがあると思いますが、移動平均ムービングアベレージ、英語で言いますよね。で、まあ、このムービングアベレージをポチッと押すと、このような、ウィンドウが出てきます。で、移動平均の種類なんで、シンプルとエクスポテンシャル、まあ、指数平滑で、今回は指数平滑でやってみましょうか。これを選びまして、まず色は白で、まあどうですかね、5日移動平均線からいきましょうか。で OK で、まあこれが5日移動平均線ですね。やっぱり上昇する局面では5日移動平均線終値では、下回りませんでした。で1日目も下回らなかったんですが、2日目で、これ下回ってますよね。まあこれ今移動平均、今のところ終値ベースでは5日移動平均線を、超えていません。で、もう一つ、じゃあ、もう一つ入れていきましょうか。で、インジケータートレンドームービングアベレージ、じゃあ今度は20日移動平均線でこの期間のところを20として、まあ色はイエローで OK で、まあこれが20日移動平均線ですね。まあ20日というと何を表すかというと、だいたい1ヶ月ぐらい、のパターンですよね。ですから今5日移動平均線が20日移動平均線を下回ってきたということは、過去1ヶ月間ぐらいの今平均値を下回りつつあるというところがお分かりいただけると思います。で次はじゃあ挿入イン、挿入インジケーター、ムービングアベレージで、次60日、まあ水色でしましょうか。60日ちょうど今60日移動平均線が111円の90銭ぐらいのところにありますよね。でこれ見るときに、データウィンドウというのがあります。でデータウィンドウを開けて、この十字線を今こうやってチャートが、この右側が見えなくなってますよね。そういう時に、Windows の整列っていうところを押しますと、ちゃんとその Windows 内に、チャートをこれ何枚かあった時も整列させてくれてますので、まあ、この Windows ウィンドウの整列は便利な機能です。で、こうやって今今日ですねやると5日、あの右側左側のデータウィンドウのところに5日線112円75銭、20日線112円83銭、60日線111円95銭と出てきますよね。でここでチェックすることができます。ですから今60日線を割ろうかというところですね。まあ3ヶ月の移動平均ということですよね、60日というと。でもう一つじゃあ加えましょうか。でトレンドムービングアベレージということで、ドンということで、じゃあ次は120日、約半年ですよね。で、赤、まあ、120日と111円の25銭ぐらい。じゃあもう一つぐらい入れておきましょうか。トレンド、ムービングアベレージで、じゃあ次は250日。250日、で色はそうですね、オレンジにしましょうか。で、OK。まあ、大体1年250日っていうと営業日で約1年ということで、大体まあこの1年110円、データウィンドウを見ますと、110円の75銭ぐらいですね。まあそういうふうに移動平均線がなっているということで、まあこのデータウィンドウという機能も使いやすいかなというふうには思います。で、今この60日移動平均線を割るかどうかというところに来ているので、まあ、この移動平均線を使う場合、このように、まあ、設定を変えていって、まあ、その期間によって設定を変えていくのがよろしいかなと思います。まあ、これデイリーなんで、例えば時間足にした場合、これを変えていった方がいいですよね、当然。で時間足だったら、例えばここプロパティっていうのが、右クリックするとプロパティっていうのが出てきますから、ここでやれば、1時間ですから、時間足ですから、例えば8時間にしてみましょうか。どう、まあ、8時間何が意味があるかっていうと、大体アジア、ロンドン、ニューヨークで8時間ずつですよね。まあ、一応このそれに沿って落ちてってる。でじゃあ次はこれは
そうすると24時間かなみたいな感じで、24時間、過去24時間の動きからすると、112円の30銭から40銭ぐらいが今レジスタンスになっているところですよね。まあ、東京の戻りも112円の35銭ぐらいのところでしたよね。ですから、まあ、そこら辺が今のところレジスタンスになっているのかなというのがお分かりいただけると思います。ここ抜けると、昨日までサポートしていた112円の70、80ぐらいが見えてくるかなと思います。まあ、移動平均線に関してはこのように、まあ、時間によってそのパラメータを変えていくってことが必要だと思います。例えば、このチャートという機能を指していただいて、表示中のインディケーターを押していただけるとこのようにウィンドウが出てきます。まあ、でこの中で、例えばここは、8時間の今足ですよというのが分かりいただけます。まあ、今表示されているインディケーターなどがここに出てくるという機能ですね。まあ、これはチャート表示中のインディケーターです。あとは直接先ほどやったようにここの、移動平均自体を右クリックしてプロパティを押せばこのウィンドウが出てきますので、ここで期間であるとかその移動平均の種類を変更することができます。じゃあもう少し短い1分足で見てみましょうか。1分足だと今こんな動きになってますね。もう少し長くしてみましょうか。じゃあ1分足をやっていくのでどういうふうにしましょうかね。まず1分足ですから、まずはそうですね、一番短いのは5分にしましょうか。5分、まあ、5分足のあたりで推移してますよね。そう、次が黄色、5分の次が来たとしたら次は15分ですかね。15分足、まあ、15分足がちょうどサポートされているところですね。で、次はというとここですね。じゃあ30分足ものところも112円の20銭ぐらいまで来てますので今そこですかね。で、次が、30分足ときたら60分足ですね。1時間分で、次はちょっと、長くしてここのとこを右クリックして120分にしてみましょうか。120分、ちょっと今のところこうやってみると下落局面で、ちょっとこれ取りましょうか。でこういう時ウィンドウのセールスをすると目いっぱい使いますよね。で下落局面でずっとこの120分2時間の足を切らなかったのが今ちょっとここに来て、先ほど112円のをまた線に行ってダメで一回失敗した感じがありますよね。で短期で見るとやっぱり移動平均線、ずっとこのトレンドで下回ってたところが今、移動平均線の上にドル円全部ローソク足がここにいますので、そうするとちょっと短期的には今、ドル円下失敗したかなということで一度また112円の35銭から40銭ぐらい試しに行く可能性があるかもしれません。一本足長いので見るとずっとこんな風になっています。で、まあ、1時間足で見るとこんな感じになってますので、やっぱりこれ見ますと112円の先ほど申し上げたように3540あたりをまずは抜けるかどうかで、そこを抜けた場合112円の70、80が抜けられるかどうか、まあ、ここら辺が、ポイントになってくると思います。今株価見ますとヨーロッパの軒並み 1% から 1.5% ぐらい株式指数が落ちてますが、落ちた後あんまり動いてませんね。ということはこのドル円のショートカバーというのは、まあ、株価が上がってということというよりは単にショートカバーされたのかなという感じはします。ダウの先物も 1.2% ぐらい下落してまして、だいたい300ドルぐらい落ちてますね。ですから、まあ、普通に行くとこのまま行くとダウは300ドルぐらいの下落から始まるということなんで、まあ、ドル円が、株価を見ながらちょっと動くことを考えると今のところちょっとニューヨークが入ってくる前のショートカバーが行われているのかなという感じがします。で、まあ移動平均線に関してはこのようにいくつか、いろいろな、
やり方がありますので、まあ、それはそれでその皆様の時間軸に合わせて一般紙でやる場合とかも、例えば113円の、2530あたり、ここ何度も止められましたよね。で、これ1時間足ですけど、その後落ちてったわけなんで、やっぱりここのサポートっていうのが、切れて、まあ、今ここがレジスタンスになっています。でちょっと1分足に戻りましょうか。で一般足で、トレードする場合も、例えば、これ一般足の今データウィンドウを出しましょうか。一本足で見るとだいたいこんな風になってますよね。で、ショートカバーがあって、戻しましたと。で3540抜けませんでしたという時もみ合います。でやっぱりここに来て、移動平均線が次々にデッドクロスする、まあ、ここのところ、ここら辺ですね。ここら辺がやっぱりちょっと、短期のトレードで言えば売り場になると思います。まあこの十字が、このように使えますので、例えばここのサポートですよね。ここ切れてきたところ、この、まあ、この陰線で売っても間に合うと思うんで、短期のトレードをやるんだったらここの30割れのところを売って、やはり30割れのところがここレジスタンス、2530のところがレジスタンスになってずっと落ちていく、まあ、ずっと持ってもいいですし、まあ売ったり買ったりをしても1分足なのでやってもいいかと思うんですが、やはりこういうふうにデッドクロスしてってサポート、短期のこのサポートが割れたところっていうのは、売り場になるのかなと。で、まあ、特にあともう一つは、先ほど申し上げたように、東京時間の7時ぐらいからこの1時間ぐらいこの2時間足が、2時間足というかこれは、2時間というよりは120分ですね。120本、1分足の120本がレジスタンスになりましたので、まあここで、戻り売りをして、落ちてきて、まあ、仮に112円買えなかったとしても、この15分足あたりが、5分、15分ですね、15分昨日ですね、15分足あたりがここの112円の10銭あたりがこうサポートされたところでは買い戻す。で、やっぱりここ、次は30分足ですね、この水色は。30分足を抜けたところで、ショートカバー大きく入ってますので、やはりこの一旦、112円の20銭あたりで買ったのは、まあ、短期のトレードで言えば112円の1015ぐらいで買い戻せればというところになると思います。移動平均線やっぱり1分足結構そのトレンドデートレではトレンド出ますので、このように僕はなんか5分足とか15分足を見ながらというのが短期のトレンドではいいような気がします。やっぱり5分足が15分足をゴールデンクロス、あるいは、まあ、必ずしも綺麗に出るとは限りませんが、デッドクロスしたようなところというのは、短期の10銭から20銭ぐらい、あるいはもう少しの、トレンドを取るには、ここら辺の5分、15分足のデッドクロス、ゴールデンクロスあたりの取引手法がよろしいかなというふうには思います。まあ、移動平均線に関しては、そのような流れで、やはり先ほど申し上げたように、この15分足のところが今サポートされてますよね。112円のこの20あたりの15分足のところがサポートされてて、30分足、120分足あたりも、まあ15分じゃなくて30分足ですね、30分足のところがサポートされて、60分足、120分足のところが、サポートされてますので、短期的にはやっぱりこの112円の20銭あたりが、サポートされてしまうと、もう一段、前回の東京時間の高値ぐらい、まあ、夕方の高値ぐらいですね、112円の3540ぐらいまでやるんじゃないかなと、思います。まあ、そのように、短期の移動平均使っていかれるといいかなというふうに思います。じゃあ次に、RSI ですね。 RSI の使い方をお話ししたいかと思います。あ、すいません、その前にちょっとじゃあ、もう一つ違う通貨もやっておきましょうか。ユーロ円にしてみましょうかね。ユーロ円今、作りました。で、ユーロ円の1分足はこんな感じになってますね。で、1時間足はこんな感じですね。
で、大阪市にして、こんな感じで、やっぱりこのダウントレンドまだ続いてますね。でプロパティで、区切りという感じですね。で、今やっぱりちょうどもう戻ってきてるところということで、東京時間の高値、超えちゃっていますよね。で1時間足はこんな感じで、1本足に戻すと1本足はこんな感じですね。まあやっぱりちょっと129円の70、80がなかなか抜けられなくて、今ショートカバーされて、そこが今一旦サポートされてるような感じですね。まあここにもちょっと移動平均入れてみましょうか。トレンドムービングアベレージで、白、で、5分足こんな感じになってますね。でトレンドムービングアベレージ、15分足黄色ドンで、ちょっと30分足あたりがサポートされているようですね。で、インジケータートレンド、ムービングアベレージ、60分足赤にしましょうか。で、まあ、こんな感じになってますね。やっぱり120分から1時間足あたりのところがサポートされて徐々に上昇していって、今、30分足がサポートされているということで、やっぱりちょっと130円試しそうな雰囲気ですね。で、先ほどやったようにウィンドウの整列っていう風になると、こういう風に、見れますので、いくつかのチャートをこのように見やすく表示することができます。まあ1分足1分足なんで、まあ、少しちょっとこっちの方が長い時間軸なんで、こっちも少しこうやる、こういう風な感じでやるとこう見比べて、やっぱり今のところドル円とこの、ユーロ円の動きが同じようなこう形になってますよね、まあ、こういうのを使いながらやればいいかなと思います。じゃあ次はちょっと RSI ですね。RSI の入れ方なんですが、例えば、ここに、ナビゲーターというのが出ています。ナビゲーターはそのインディケーターの下にいくつかのインディケーターが、用意を、されております。で RSI のところを、左でドラッグしてここにドンと、持ってきますと、ここで、RSI が、表示されます。で、これはどういう RS かというと14ですね。で今回ちょっと、少し違った RSI の、利用の仕方っていうのをご説明したいかと思うんですが、普通 RSI って 20% からこの 30% のとこ、今これ30と70ですが表示がございますよね。で、まあ 20-30% になると売られすぎだから逆張りしましょう7-80% になると買われすぎなんで逆張りしましょうという、まあ、そういうふうに使われる、まあ、オシレーター系の指標ということなんですが、多分この一本足で今、この一瞬70を超えたところ112円の25あたりを売ってもいいんですけど、落ちても20ぐらいで今またそこを超えてきてますよね、まあ、このようにトレンドが出ちゃった時っていうのは RSI って往々にして、うまく機能しないことがあります。それをトレンドが出ても機能するようにするにはどうしたらいいかというふうに考えたのが、このレベル表示ということをここを開けていただいて、今30と70と出てますが、追加というのを押していただいて、ここを50というふうにしていただけるんですね。で、OK とやると、まあ、ここに 50% のところにもラインが引けるようになります。まあこれ何でもできるんですが、普通に、こうあるものの変えていくのにいろいろ追加とかできますので 50% というところを、利用していただければいいと思います。で今この落ちても 50% を割れないところっていうのはやっぱりここは今上のトレンドが出てるっていうところで、まあ、こういうところは、売るのをちょっと、控えるみたいな、そういう時に僕は使ってます。
ですね。逆にこう、まあ、こういうふうに一瞬騙しというのもこういうふうにひげっぽく出たところっていうのは騙しもあるんですが、基本的に 50% より下にいるときには売りのトレンドが出てるというふうに解釈して、まあ、ここでは、まあ20%、30% に近づいたところを売るというわけではないんですが、まあ、戻してきた 50% 近くはこういうときは売っていく、あるいはこういう買いのトレンドが出てる 50% より上のときはここは、まあ、基本的にはちょっと売りは控えていくみたいな、まあ、そういうトレンド RSI をトレンド的に使った場合は、こういうふうに、50% の上か下かというので、判断していくのに僕は使っています。例えばこれデイリーにしてみましょうか。で、少しこう広めに撮るとこれデイリーですね。デイリーの、まあ、RSI なわけなんですが、まあ、一昨日あたりから、下抜けしていますね。一昨日から下抜けしてまして、まあ、こういう時にはちょっと下落トレンドが続いたかなというふうに判断します。例えば、ここは、9月7日ですね。9月7日の雇用統計の時で下突っ込んで、上昇トレンドなんですが、一瞬 50% 割れましたが、結局ずっと 50% 以上にありましたよね。まあ、こういう時には上昇トレンドつながっ続いている。まあ、こういうとこもそうですよね。割とそういうふうに、使ったりします。ただ、これもパラメータによって、やっぱり遅い早いあるんで、例えばもう一つインジケーター、まあ、今度は上からやりたいと思うんですが、インジケーター、RSI の場合はオシレーターです。でオシレーターのこの RSI をポチッと押していただいて、まあ、もう一つ出てきますよね。で、下の方ですね、こちらで、チャート編集というところで、ここで追加 50% 押していただきます。で、なおかつ編集で、このパラメータを、上は、14でしたから今度24にしてみましょうか。でドンと、で、これ24になってるかな、なってますね。24、少し長めのオシレーター系で見ると、まだ 50% 今のところ割ってません。そうすると、まあ、ここまでは落ちてきたんですけど、さらに一段の、売りになるかどうかっていうのはこの50を割るまで待ってる。まあ、当然ですけど、期間をさらに、数値をさらに長くしているわけなんで、まあサインが出るのは遅くなりますが、その分騙しが、排除できるというのが、点です。じゃあもう一つ試しに入れてみましょうか。インジケーター、オシレーター RSI ですね。でドンということで、今、まあ、24と出てきてますので、チャート表示中でここを7にしてみましょうか。7、この7ですね。7だと、まあ、よりいいサインは早く出るんですが、その分騙しもある。やっぱり7ですと、5日前のこの陰線で、50% 割ってますので、やっぱり1日2日早くこう、サインが出るようになりますよね。ですからこのようにまあ、パラメーターはそれぞれ、工夫していただくとして 50% の、ラインを追加していただいて、まあ、それぞれ、7、14、24とか長めの、種類の違うパラメーターを入れていただいて、トレンドを見ていく、まあ、ここら辺、私は、その RSI の使い方としては、ちょっと、まあ、他と違うやり方なのかもしれないんですけど、まあ、もちろんその 20%、70% という上
なところも見ているんですが、少し、50% を入れることによってその騙しを排除できるということですね、まあ、トレンドを見るというのに使っています。はい、でウィンドウの整列、まあ、こんな風になりますね。じゃあ次は、マクリーですね。マクリーのことをお話したいと思います。じゃあもう一つ作りましょうか。でで、これでドル円の時間足ですね。で、MACD、ここに、JFX さんの MACD をこう、例えばドラ右、左で、ドラッグして持ってきます。で、ドンと。まあ、MACD、このようになってますね。で、ロウソク足にして、広げてみます。やっぱりマクDこの 50% 超えのとこですよね。あ、 0% 超えのとこですよね。ここのライン超えであるとか、やはりこの移動平均のとこのラインが、デッドクロスしたところ、あるいはこういうふうにゴールデンしたクロスしたところ、まあ、このようなところで、売り場買い場を探していく。ただ、この場合、このやっぱりゼロラインというところが今やっぱりこの戻りの113円の30、40あたり、ゼロラインの上抜けということができなかったので、まあ、こういうところは、売り場として認識できますよね。もう少し、ね、長いのでやってみますと、やっぱりゼロラインを超えられるかどうかっていうのは非常に重要なんで、まあ、ゼロラインを超えた推移のところは、基本は、上昇トレンド、まあ、こういうデッドクロスしたところは一旦売りなんですが、基本は上昇トレンドで、ゼロラインより下になった場合は基本は、下落トレンドというような判断ができるかと思います。で、まあ、これは、日足ベースですね。まあ、日足ベースで見ても、まあ、非常に、これ少し長い、チャートなんですが、まあ、ドル円が、2月、今年2月ですね、2月、まあ、今日と同じようにビックスショックっていうのがございまして、株価が下落ということで110円付近から105円割れまでドル円落ちたわけなんですが、まあ、その落ちる局面というので104円台があったわけです。ただ104円台をつける前、105円を何度も攻めているところで、まあ、ここをダイバージェンシーといえばダイバージェンシー的にちょっともう底値の勢いがなくなってきてるなというのが、まあ、このMACD見ても分かったと思います。まあ、これ RSI 見てもおそらく同じような形してたと思うんですが、まあ、こうなってきてさらに一度安値をつけたところというのが、デッドクロスしきま、しきれませんでしたよね。で、まあ、シグナルもこの 上を上回っていきましたので、まあ、こういう結局ここから見るとオシレーター系で見るとずっと上昇トレンド、やはりここら辺のゴールデンクロスから、106円107円に突っ込んだあたりから、ダイバージェンシーしてたということなんで、まあ、ここら辺を買ってると一度ならず損切られると思うんですが、まあ、確認してこのゼロライン突破で、このように大きなトレンドの変更なんですが、ゼロラインの突破で買いに入って、まあ、十分間に合った、というところだと思います。このゼロライン突破がだいたい107円台でこう揉み合ってるところですよね。ここですと今ここ押し目が106円の60ぐらいだった、今年の4月あたりですね、まあ、そこら辺というのは、長いチャートで、オシレーターである MACD を見るとここは上昇トレンドの踊り場という見ることができますので、まあ、今更という形ですが106円の40、50割れでストップを置いてロングで良かったかと思います。あるいは上昇トレンド続いているということで、この107円の95、まあ、108円乗せでこの陽線1本立ってますが、まあ、ここで、ロング点で良かったと思います。まあ、結局この108円というのはその後抜けることなく、押し目があっても108円、抜けずにサポートして上昇したので、まあ、ここら辺の MACD の使い方、ゼロライン超え、および、上昇トレンドのラインというのは、非常に分かりやすいトレンドだったのではないかなと思います。まあ、同じような形というのが今年の9月にも再現されてますよね。ゼロライン超えであって、まあ、ここも
111円、112円超えで一旦ロングに入って、まあ、2円ぐらい取れたかなというそういう動きが出ていたのかなというふうに思います。まあ、クリーンに関してはそのようにやっぱりゼロライン超えっていうのを、私は結構注視しているとともに、やっぱりここら辺のデッドクロス、ゴールデンクロス、デッドクロスの動きを見て、いっています。はい、ウィンドのセールスということで、お話しさせていただきました。じゃあ次、フボナッチリトレースメントですね。まあ、それを見ていきたいと思います。じゃあもう一つチャート作ってみましょうか。新規チャートということでトル円、大きくしますね。で日足にしましょう。でロウソク足で、これを広げていきますということで、フィボナッチリトレースメント、皆さんご存知のように、まあ、フィボナッチの戻りですね。 38.2、50%、 61.8%、まあ、そこら辺で、まあ、なぜ止まるのか分かんないんですけど結構止まります。まあ、それを見るのに使うのがこの、点線の F というのがあると思うんですが、ここにを指しますとフィボナッチリトレースメントを作成というのが出てくると思います。こんな感じですね。でここをポチしてください。で例えば今年の、3月の安値、104円台から、今年の高値、114円まで、上昇しました。まあ、その時の、リトレースメントはいくらですかというような時に使えますよね。で今23.、データウィンドウを出しましょうか。データウィンドウで、ちょっとデータウィンドウ必要ないですね。だいたい112円のあたりが、23.6%、 38.2 戻しが、110.75 ぐらいですね。で 50% 戻しが109円の55銭ぐらいということで、まあ、この先、落ちてく場合に、まあ、そこら辺がターゲットになるかもしれないというところなんですが、まあ、こういう時 38.2 でピタッと止まるというよりは、例えばここ 38.2 が110円の70で、9月7日の底が110円の3540だとすると、まあ、この110円の30から70ぐらいの間ですよね。ここら辺が一旦ちょっと落ちた場合のターゲットになるんじゃないかなと、まあ、そんな風に見ますよね。あと 50% 戻しも109円の50銭で、この8月21日の安値が109円の77銭ということで、まあ、50から70ぐらいの間が一つターゲットになるんじゃないかなと、まあ、そんなような使い方をしていきます。で、この時にこれを消す時は、チャートライン等の設定で直近を削除、ここを直近削除すると、描いた、フィボナッチのラインとか消えますので、で例えばもう一つ、じゃあもっと短いところでやっていきましょうということであれば、フィボナッチリトレースメント、じゃあ前回の安値109円台から引いたらどうですかということで、ドンとすると今 50% 戻しが112円の20銭ぐらいですね。今一瞬そこを割って112円割れまでいったわけですが、とりあえず今 50% 戻しのところがサポートされていると。で 61.8% 戻しが、111円の60ということで、まあ、そこら辺サポートされるよねというのが、お分かりいただけると思います。まあ、このように高値、安値から高値で一度つけたなと思ったら、一旦こういうふうに、フィボナッチ引いてみて、どこら辺落ちた時の、まあ、目安にするというのはいいのかなというふうに思います。で、もう一つ、フィボナッチエクスパンションというのがあるんですね。一度ここを消しますね。フィボナッチエクスパンションというのは、リトレースメントの方が高値安値のに対する戻しが、上昇トレンドが終了したとしたら押し目はどこまでかというのを見るのが、フィボナッチリトレースメントですね。まあ、それに対して、エクスパンションというのがあるんですが、まあ、それは例えば一度これを消しますね。
金を削除です。で、例えば、今例えば2018年の9月あたりとして、今ここら辺の位置にいるとしましょう。で、例えば一度109円台75銭があって、111円まで上昇しました。で、また落ちましたという局面で、じゃあここからどうなりますかという時に、フィボナ、挿入ですね、ここの挿入フィボナッチ、ここリトレースメント、こちらでもリトレースメントできるんですが、エクスパンションというのがございます。で、そのエクスパンションを右クリックして持ってきて、で例えばこうですね、で、まあ例えばこのエリオット波動みたいな考え方なんですが、一度109円やって111円まで上昇して、また110円までやったこの局面で、じゃあまだこれが上昇トレンドが続いているのでだとすると、どこまで伸びますかというのをこう表したのが、こうフィボナッチエクスパンションなわけですね。で、まあ、これオリジナルですと、61.8、100、1.618倍とここまでしかないんですが、これを足していきたいなみたいな、もう少し、上まで見るにはどうしたらいいんですかみたいな、ところなんで、先ほどのライン等の設定、表示中のラインというところを出しますと、ここにフィボナッチエクスパンション、今ここのラインですね、出てます。それの編集というところを押していただいて、フィボナッチレベルというのがございます。ここに今、オリジナルだと 61.8、100、161.8 と3つしかないんで、ここでも追加ボタンを押していただいて、さらに 2.618 倍、で、ここで FE フィボナッチエクスパンション261.8 をして OK で、もう一つ今 2.618 倍を追加しましたので、今度さらに追加 4.236 で FE423.6 で Enter OK を押します。まあ、そうするとさらに、大きなところまで、まあ、これちょっと 見にくいんで上クリにしましょうか。さらに、高いところまで見れるわけですね。要するに、まあ、エリオット波動とか、フィボナッチの考え方っていう、これの波動に対してさらに 1.618 倍は、ここからどこですかっていうのが、とりあえず113円の80、まあ結構ここ114円の50銭ぐらいまで行ったんで超えてしまったんですが、じゃあこれが 2.618 倍だったらどこですかっていうのが、115円の80みたいな、まあそういう考え方をするわけですね。まあここはあまりちょっと当たんなかった。まあこのフィボナッチに関しては割とエクスパンション当たる時もある、当たらない時もあるんで、これ絶対的に信じるというわけではないんですが、一応目安として、使いたいかなと思います。それはなぜならば、例えば相場ってこの今チャートを見れば、あ、ここ 1.618 倍を超えちゃいましたねっていうのはわかると思うんですが、今相場がこの109円、111円、110円と動いたこの時点で上値の目処というのを見ても、まあ、確かにこういう過去の高値安値、高値ぐらいのところっていうのは分かると思うんですが、結局この110円も高値のところで止まったんですが、まあ、その高値とこのフィボナッチエクスパンションの関係なんかを見ながら、次のターゲットを探していくっていうような、そういう使い方をしていただければいいかなと思います。まあ未来を予測するというわけですね。まあちょっと他のでやってみましょうか。ライン直近を削ってみて、例えばこれドル円の1時間足です。
で、これでフィボナッチエクスパンション入れてみましょうか。で、まあ挿入フィボナッチエクスパンションのところを左クリックするとこういうのが出てきますので、まあ、これを一番高値のところに設定で、過去のトレンドってどのぐらいの、トレンドを見るかっていうのがなかなか難しいと思うんですね。じゃあまずは、114円の50銭から114円の20銭ぐらいまで落ちたところで、気づいてこのトレンドってどうかなっていうのを見たとします。そうするとここですね、要は直近の一番高値から、一旦押し目をつけてさらに戻り高値、まあ、この3点を、チェックします。そうすると、114円の50銭が高値だった時に、どこまで落ちますかというターゲットが、見て取れるわけですね。これはちょっとなかなかピタッとはまりましたね。よし、10月4日に114円の55銭つけました。で、一旦押し目をつけて110円の20銭ぐらいまで落ちました。ただまた戻って110円の45銭、まあ、このトレンドに対してフィボナッチエクスパンションどうなったかというと 1.618 倍が110銭の90銭だったんですが、まあ、そこを下抜けして一旦 2.618 倍の113円の50銭ぐらいで止まりました。まあ2回止めましたよね、ここで2回止めたんですが、まあここは確かに過去のサポートだったところもあり、まあ、ここは止まってもうおかしくないなというところです。で、戻しがこの1倍、これに対する1倍のところがちょうど114円の10銭だったんで、ここがレジスタンスになって、昨日おととい下抜けして、あ、これちょっと、あれしましょうね、プロパティで、期間の区切りを入れましょうね。で、下抜けして 4.236 倍が113円あたりだったんですが、まあ、ここ一瞬抜けて、ただ揉み合ってますね。やっぱり113円あたり 4.236 倍でしたから、揉み合って今下まで落ちてきているということで、少なくともこのような短い、値幅の、廃炉の3点でも113円50銭ぐらいまでのそのフィボナッチエクスパンションというのは有効性を発揮してますので、必ず何か動きが出た時にこのフィボナッチリトレースメントであるとかエクスパンションであるとかをちょっとチェックしてみるっていうのは、一つその相場の先を読むということには有効なのかなという気がします。これをじゃあ、今は115円、55銭、20銭、35銭という割とこのウェーブとしては、あの波としては小さな波から113円50というターゲットが計算したわけなんですが、もう少し大きなところで計算してみましょう。例えばこれが一度ドスンと113円の60銭ぐらいまで落ちた後の戻しが114円あたりでしたよね。そうした場合は どのような図になるかというと、まあ、こうなるとちょっと、景色が全然変わってきますよね。まずは、114円、55銭から、一撃目大きな流れで113円の60銭まで落ちて戻して、114円の10でした、ここ2度止められてますね。そうした場合やっぱり 61.8% がこの113円の50になるので、ここはやっぱりサポートだったなっていうのがお分かりいただけると思います。ですから、ここ例えばこういう風なラインを引いて一旦、戻して戻しました、落ちて戻しました。この時点では要はチャートってここが抜けるのは分かんないわけなんで、いろいろこれその移動平均とか RSI を今無視してお話しするんですが、まあ、それらも加味していただいて、実際のチャートを見るときはそれらも加味するんですが、説明のためにこれだけやると、今この時点では抜けるかどうか分かんない。そうであるならば、じゃあ、113円の50の手前をロングにしましょうと。まだロングトレンド続いてるよねということであればロングにして、やっぱりストップをこの下に置く、あるいは、まあ、さらにその下 100% のところに置くというスタンスでいいと思います。あるいはここ抜けたら
土天商等でもいいのかなという思います。で結局その 61.8 を上抜けできずに下行って 1.618 倍もで一瞬止まるんですが、やはり止まりますよね。こういう時止まるかどうか分かんないんですが、やっぱり一度は止まると、でやっぱり下抜けしてしまったというのが今回の流れだったわけですね。でこれが 2.618 倍になると111円の70銭、まあここって偶然なんですが、結局上昇する時こうやって揉み合ったところと一致してますよね。こういうところというのはさらにフィボナッチが有効に機能するところだと思います。なぜか不思議か相場って不思議だなといつも思うんですが、ここの揉み合いになったところというのはこの114円50銭から一度113円60銭まで落ちたこの波に対する 2.618 倍のところにちょうど重なってますので、次落ちたところやっぱり111円の70銭80銭あたりというところは過去の値動き的に見てもフィボナッチエクスパンションから見ても止まるところなんで、まあここは一旦ショート持ってたらリーブいたいところ、あるいは一旦ロングにして111円の50銭あたり40銭あたりをストップに置くっていう戦略は立てられるのかなというふうに思います。まあ、このようにしてフィボナッチリトレースメントとエクスパンションですね、まあ、特にリトレースメントって一度高値安値をつけたところなんで、まあ、あれなんですが、エクスパンションのところはすでにここで、1週間ぐらい前に動いた値動きから、今この今後の流れを予測するという意味では非常に面白い、まあ単純ではあるんですけど面白いのかなというふうに思います。例えばここで今度はじゃあフィボナッチリトレースメント使いますと、もしかしてこの112円がそこだったとしたら114円の55銭から112円の今日の112円割れが、そこだったら戻しっていうのは、23.6% が112円の50銭ぐらい、38.2% が113円の手前ぐらいというのが引けると思うんで、まあ、もしここで上昇トレンドにターンするのであれば今度ターゲットがそこになる。でさらにフィボナッチエクスパンションを例えば112、112円の35みたいな風に引いてみるっていうのは、私がやってる手法です。はい、まあそんな感じですね。もう少しじゃあさらに見ていきましょうか。じゃあまずはドル円、1分足戻してますね。あ、これユーロ円ですね。ユーロ円130円超えてきましたね。結局130円超えてしまってるということで、はい、じゃあこれを1時間足でじゃあフィボナッチエクスパンションで占ってみましょうか。ユーロ円の動き、今日朝方、129円の20銭ぐらいまで突っ込みました。で、一度129円の80銭まで行ってまた129円の40銭ぐらいまで落ちて今また130円台乗っけてきたんですが、どうなってるのかなというのをフィボナッチエクスパンションで占ってみたいと思います。挿入フィボナッチエキスパンションですね。じゃあまず一番下まで落ちた120件の20銭ぐらいのところに設定して、じゃあ120件80銭ぐらいまで上昇してさらに落ちたということで、まあちょうどこれ見ると最初のところが 61.8 で今ちょうど 100%、1倍のところで今もみ合ってるところですね。ここを抜けると130円の40銭あたりが 1.618 倍なんで、まあ今日のユーロ円を見ますとここまでの今日だけの値動きで、判断しますと、まあまずはこの130円のこのを完全に抜けられるかどうかで、これを超えると 1.618 倍が130円の40銭、まあ上昇した時のこのリバウンドが130円の50銭ぐらいでしたよね。ですから次やっぱり130円の40、50あたりが、レジスタンスになってくるのかなというのが、お分かりいただけるかなというふうには思います。でそうですね、
まあ、そんなふうにフロナッチエクスパンションも使えますね。で、オシレーター系で見てみましょうか。UI の一本足に RSI をちょっと組み合わせてみますね。RSI。あるいはインジケーターから、オシレーター、RSI。まあ、これでもいけます。で、トントン。今、そうすると 50%。まあ、1分足で見ると1時間足ですね、1時間足で見ると7の部分は 50% を超えてきてますので、ちょっと短期では上昇トレンドになっていると。で、もう少し長いのにしてみましょうか。 RSI 今7ですが、これの設定を10にやってみましょうか。まあ、14でも1時間足 50% を超えてますね。じゃあ次は14を20に変えてみます。24も、超えてきたということを見ると、どうもユーロ円は少し、上昇トレンドに転換したのかなという感じがします。実は私、ドル円とユーロ円ショート持ってまして、ドル円に関しては今日、昼間でリグったんですが、ユーロ円ショートまだ持ってまして、まあ、ここら辺持ち値になるんですが、これを見ると今ちょっと、まあ、本当を言うと129円の70、80のこのレジスタンスを抜けたところで買い戻したかったんですが、まあ、そこら辺、抜けてきたんで一旦ショート閉じたいかなというふうには、思います。まあ、そのように、な使い方ができるかなと思います。ユーロ円に関しては短期ではそんな感じですね。これ1時間足ですね、1時間足やっぱり130円超えるかどうかというところがポイントになるかなと思います。一方でドル円は100、そうですね、まだ、ドル円のじゃあちょっと1時間足見てみましょうか。1時間足を見ますとこんな感じになってますね。ちょっと見にくいんで、Windows をもう少し RSI を小さくします。で、まあこれそうですね、5分足とか、短い足の設定になってますね。こういう感じですね。これ時間足で見ると移動平均線少し、1時間足ですから、どうですか、8時間24時間120時間そうですね、今こんな風になってますね。1時間足で今ドル円を見ています。ドル円に関してはこれを見ますと、RSI が7は、50を上回ってきました。まあ、まだちょっとこれ1時間足の完成という意味では、21時になってみないと分かんないんですが、あと2分ありますね。まあ、ちょっと 50% を超えてきたかなと。で14、パラメータ14だとまだ50の下で、24も全然したということで、まあ、長期のトレンドという意味ではまだドル円、したトレンドですよね。でこの8時間足っていうのは何が意味があるかというと、やっぱり1日の3分の1ずつ、アジア、ロンドン、ニューヨークという意味では8時間足ちょっと有効なのかなと思います。例えば東京の人が、ずっとここで、今日落ちたところからショートを持ってて、まあそれより上になってくると嫌だなと。でただ24時間、過去24時間から見るとまだ、平均値でいうとその下にいますから、過去24時間で打った人 に対してはまだ、全然 OK で、この120時間というのは、120時間、24時間の、営業日で5本、5日ですよね。ですから1週間の、まあ平均値っていうふうな考え方でいいと思うんですね。まあ、1週間的に見るとやっぱりこういう
動きになっているというのが、お分かりいただけるので、今のところ短期で見るとやっぱりこの24時間の112円の40、50ですよね。さっきから抜けられない、ここを抜けられるかどうかがまず短期の見どころというところだと思います。まあ、こういうところでもすごく短期でトレードやってる方はこの高値の113円から今日の112円割れのところで見ますと 38.2 が112円の50銭ぐらいなんで、やっぱりこの短期の24時間の平均値である112円の40銭から50銭ぐらいのところを抜けると、次は半値戻しの112円の70、80あたりがレジスタンスになってくるのかなと、こういう見方はできるかなと思います。はい、まあこんなことでちょっとドル円のストラテジーとしては、もう一度僕113円台で売ったショートを実は112円の、まあ、いいところで112円止まったところで、リグったんで、今ドル円に関してはスクエアなんですが、まあ売るとしたら、まあ、112円のそのこの40、50を抜けなかったら売ってみてもいいなという思うんですが、もう少し引きつけて112円の70、80で売って、まあ、113円でストップであるとか、もう一度できるかなと、まあ、そこまで戻るかどうかっていうのはちょっと分かんないんですが、やっぱり112円の40、50を超えてちょっと短期のショートストップは出てくるのかなというふうには思います。はい、ドル円に関しては、そんな感じで、あともう少しじゃあちょっとドル円で、違うものを作っていきたいですね。まあ、じゃあドル円のチャート新しく作ります。どんどんで、まずやることはローソク足です。少し、大きくします。で、チャート右クリックです。で、プロパティを開けて、期間区切り表示に、ポチッと。で、期間で、今度4時間足、もう少し長いトレンドのチャート見てみたいと思います。で、4時間足の今トレンドこんなになってますね。で、これ見ていただきたいんですが、114円の55銭つけた後の4時間足って1、2、3、4、5、5本連続で4時間足が2銭立ってるんですね。ですから、まあ、こういうところって完全にやっぱりダウントレンド出てるところなんで、やはりここはどっかで売りたかったなというのが、先ほどのフィボナッチリトレースメントもやりましたよね。どこでしたっけ、いや消しちゃったかな、やったと思うんですけど、この114円の20銭割れとかっていうところは売りたかったところですよね。ですからこの4時間足の長いトレンドを割とこう見てって、大きな流れをこう見ていくっていうのはいいのかもしれません。やっぱり1分足だと非常にデイトレにはいいんですけど、ちょっと短すぎるかなというところもあるんで、まあ、デイトレから1日ぐらいですと1時間足でもいいんですけど、もう少し長く、3、4日を見るトレンドを見る場合っていうのは、この4時間足を見るのも有効だなと。まあ、4時間足必ずこう大きくドスンと落ちるところがありますよね。トレンドが出てるところですよね。昨日なんかも2本陽線立ってますので、昨日今日ですね。で、そういうトレンドが大きく出るところっていうのは、やはり4時間足なんかでトレンドを見ていくっていうのも、いいのかなと思います。じゃあ4時間足で移動平均使えないのというところがあるので、ここもちょっと移動平均線作ってみましょうか。挿入インディケータートレン、移動平均ですからトレンドですね。このトレンドの中にはまあ、ボリンジャーバンドであるとか、一目均衡表であるとか、パラボリックであるとか、まあ、あとそういう、ムービングアベレージ、移動平均とか、こういう、まあ、トレンドに関する指標、インディケーターが入っています。で、ムービングアベレージポツで、まあ、白にしましょうか。4時間足の10本で移動平均作ってみましょうか。 OK。どうでしょう、この10本の4時間足って意外に有効じゃないですか。例えばここのとこですね、やっぱりトレンドが4時間足が
まあ、当然なんですけど4時間足が、移動平均を下回って、移動平均も下方向に向き始めました。そうするとずっとここ見ていただいて分かるように、終わり値では、まあ、ここのところ一瞬ね113円のところでも見合ったところで一瞬終わり値でここ騙しですよね。ここちょっと引っかかっちゃったかなというのがあると思うんですが、それ以外はやはり4時間足の10本の移動平均線というのは非常に有効なような気がしますね。ここもそうですね、26日から、まあ、ここをこうやって4時間足で見るとここの陽線切ったところから9月27日からこの上昇まで10月2日まで結構長い期間4時間足の10本の移動平均ですよねをずっと上回ってますので、僕は結構4時間、長い 2,3 日とか大きなトレンド出るときっていうのは4時間足を見ながらなおかつ10本の移動平均線と、組み合わせて長いトレンド出てるのかなというのが、チェックします。もちろん、こういうふうに結構騙しがいっぱい出ますよ4時間足でも、まあ、そういうとこはちょっと慎重にというか引っかかっちゃったりするんですけど、必ずやっぱりこういうここであるとかここであるとかあとここからの下げであるとか大きな、2円3円ドル円で動くような時の、トレンド、スイングトレードにちょうどいいようないい感じのトレンドっていうのは4時間足が、非常に有効だなと思うんで、もちろん1時間足とか15分足でチェックしながらなんですけど、4時間足の10本の組み合わせっていうのは使っています。で、今チャート表示中のインディケーターこのムービングアベレージ指数平滑ですよね。これもしかして単純平均にしてみましょうか。インディケーター、オシレーター、オシレーターじゃないごめんなさい、トレンドムービングアベレージ、今度ちょっと見づらいから黄色でこれ指数平滑じゃなくて10本のシンプル単純移動平均線にしてみましょうか。まあ、単純移動平均線だと またちょっとこれ単純移動平均線でもいいかなみたいな、実は僕これ2つ見ててちょっとどっちがいいかなみたいなその時々にで、見ながらやってるんで、まあその指数平滑にしても単純にしても期間が比較的短いとそれほど数値に差がないんで、長いものを取っていくとデイリーとかウィークリーだと、まあ、ここらもだいぶ違ってくるんですけど、4時間足ぐらいだとそんなに差はないんですけど、まあ微妙にこういうとことかですよね。こういうとこ例えば指数平滑だと確かに終値では上回ってないんですけど、やっぱり単純平均の方がしっかり上値をこう抑えてるみたいな感じで、なってます。その代わり単純平均だとこう行き過ぎちゃった時にそっちにこう結構引っ張られる部分もあるんで、まあ、そこら辺は使いようかなという感じがしますよね。うん、まあ、ですから4時間足と10本足の10本の移動平均線の組み合わせ比較的、これ、スイングトレードをやられる方にとっては非常に、面白いかなというふうには思います。じゃあちょっとこれ他の通貨でもやってみましょうか。新規チャートと、ユーロ円で作ってみましょうか。ユーロ円4時間足挿入インディケータートレンドムービングアベレージ、まあ、シンプルトンですね。まあこれも比較的こうトレンド出てますね。まあ、ここら辺ちょっとダメでしたね。でもう比較的こうトレンドで、これ白にしましょうか。指数平滑、うん、まあ、こんな感じになってますね。まあ、最初の初動に関してはここからターンすると、まあ、こういうところが一番重要ですよね。で、だいたいこうやって騙しに引っかかるんですけど、まあ、ここがやっぱり一番重要なところですね。
オージーなんかどうですかね。オージーやちょっと今日オージー強いですよね。なんか4時間、まあ、オージーずっとオージー落ちてきて、今日ちょっと強いかなと。ロンドンタイムぐらいから強くなってきてますよね。オージー綺麗に出てますね。非常に綺麗ですね。4時間足でずっと揉み合いながら、10本の移動平均線に沿ってこう上昇しています。で1本ドスンと、ここ、10月2日ですね時にドスンとしてここで移動平均線を下回って、その後移動平均線終わりのベースではここまで80円の15銭ぐらいまで、上抜けしませんでしたので、ここは2円取れましたね。この4時間足の、終値ベースで、10本の移動平均線をということであれば、2円取れたということで、まあ、今10本がちょうど79円の75銭ぐらいまで来てますので、今そこを止められてますね。まあ、このオージー円79円の70、80は一度止まって80円の60銭ぐらいまで反発したとこなんで、まあ、ここは一度止まるとこですかね。ここやっぱり黒線結構戻りの急所のところまで戻してますね。今日ニューヨーク空いて、どうなるか。まだニューヨーク株空いてないですよね。で、ちょっとその前にショートカバーという感じだと思います。欧州の株を見てみますと、まあ、ドイツの株若干、マイナス 0.92% ぐらいまで、買い戻されて、イタリアもマイナス 0.72% ぐらいなんですが、まあ、比較的まだ落ちてますね。ダウ平均さっき、先ほど 1% ぐらい下落して、マイナス300ドルぐらいじゃないかと申し上げたかと思うんですが、今ダウ平均だいたいマイナス 0.9% で220ドル安ぐらいのところから始まりそうですね。そんな感じで若干ニューヨーク市場を前にして、ショートカバー、為替でも株でも出てるのかなという。今日 CPI の発表でしたね確か。まあ、その21時30分その CPI の前にショートカバー出てるのかなという感じが、します。面白い動きをしてるかなと思ったのは、ドル円ユーロ円、あ、ドル円ユーロ円ですね。ここですね、ちょっとこれを比較してみましょうか。ちょっとチャートの形状違うんですけど、どうでしょう。少し分かりにくいですね。ちょっと時間足にしましょう。東京時間の動きがここですね。まあ今日の動きで、ユーロ円はここの動きですね。ちょっと比較してみてお分かりいただけると思うんですが、ユーロ円、昨日のニューヨークの下げで一時129円の20銭ぐらいまで落ちて、東京時間もみ合ってましたが、その後徐々にユーロ円切り上げてきて、まあ、130円のところフィボナッチエクスパンション1倍のところ止まってますね。で止まってるんですが、どうも東京時間ずっとユーロ円どちらかというと堅調に推移してますよね。強いなと。で一方でドル円、東京時間落ちました。まあ確かに112円割れからは戻してるんですけど、まあ戻しても30銭ぐらいということで、どちらかというとドル円抑えられてるということで、東京まあニューヨーク株が下落したということでドル安ではあるんですが、こういう時って株価が例えばニューヨークで800ドル、東京の日経平均は1000円を超える
下落の時ってやっぱりリスク回避の動きなんで、どちらかというとリスク回避の円高になりやすいんですが、どうも今日の東京時間を見てると円買いというよりはユーロ円も上がってますし、オージー円も上がってましたので、ドル売りの流れだったんですね。まあちょっといつもの株価が急落する局面とは違う動きになってたんで、まあこの動きがなぜなのかなというのはちょっとわかんないんですが、やっぱりドルのが重い。でも円買い気味であったんですけど、それほど円買いにならなかったということなんで、まあそれで黒線上がっちゃってるという感じですね。で、さてと、これでニューヨーク時間入ってきて、まあニューヨークで株価が戻すようであれば、ドル円も、先ほど申し上げたように112円の40、50を抜ければ、112円の70、80ぐらいまで、戻す局面もあるかなというところだと思います。今日のニューヨーク次第かなというところではあるんですが、まあ、そういう時にやっぱりこのフィボナッチエクスパンションとかで次のターゲットを見とくというところですね。まあ、もし、売りをするのであれば、この今日の動きの129円から120円の80銭、さらに129円の40銭ぐらいまでいったユーロ円の動き、これフィボナッチエクスパンションであれば 1.618 倍が130円の40、50なんで、一旦そこの手前をもし売るのであれば、ストップロス130円の60銭ぐらいにおいて、新規に売るとしたらそこら辺かなと。まあ株価次第なんで、株価を見ながらだと思うんですが、一方で株価このまま急落するようであれば、この130円付近が高値になってくる可能性があるのかなという感じがします。そうですね、ざっくりそんな感じで、やらさせていただいたんですが、じゃあもう少し、じゃあチャート見ていきましょうか。チャートで、5ドル円の長いのを作ってみましょうか。どんどん、そうですね、5ドル円、まあこんな感じになってます。デイリーで見ますと、じゃあ今までのおさらいで、まずはムービングアベレージを入れていきたいと思います。トレンド、ムービングアベレージ、日足なんで、まずは5日線から、250日というのは1年間の営業日ですよね。まあ、今こんな風になってます。やっぱりちょっと250日線、1年間のところは何度も止められましたね。50円、今こんな風になってます。じゃあ RSI どうですかね。 RSI オシレーターですね。で、RSI とやって、レベル表示が50になってますね。パラメータ24、まあ、24だとまだ下落トレンド続いてますね。じゃあ14だとどうでしょうね。まあ、14でも、まあ、ちょっと30まで売られましたけど、まだ下落トレンド。で、一番早い7でやってみましょうか。7と、まあ、7も下落トレンドですね。まあ、日足ベースで見ると今日1日陽線立ってるだけなんで、まだまだちょっと下落トレンド続いてるところなのかなと思います。ちょっと区切り今入ってませんでしたね。プロパティで、全般期間の区切り OK みたいな感じで、こんな感じですね。じゃあ5ドル円、
どこまで戻るんですか、フィボナッチ引いてみましょうか。フィボナッチリトレースメント、82円の50銭ぐらいから落ちてきてます。で、79円台まで落ちました。 23.6 から79円の85ぐらい、まあちょっと、おととい、先おとといの安値のとこですね。で 38.2 戻しが80円の3040、半値戻しが80円の7580、これは落ちた後の戻し高値なんで、で今20日移動平均線も80円の75銭ぐらいに来てますね。これ王子円を見ますと80円の70、80あたりが今一番重要なところ、まあ、5日線が今79円の90銭ぐらいまで落ちてきてますので、まずはこの79円の 23.6% の80-90を抜けられるかどうか、ここを抜けて 38.2 通過点になって50% 戻しと20日移動平均線が来てる80円の70-80、ここら辺まで戻せるかどうか、戻したらそこは一旦売りなのか、まあ、そんなことを考えながら、その時 RSI がこの 50% より下にいるのか上にいるのかみたいなことを考えながら、5ドル円っていうのはトレードしていきたいかなと思います。じゃあこれもう少し短い時間足で、時間軸で、まあ、4時間足とかは今4時間足もこういい感じで、上昇してますよね。で、1時間足で、フィボナッチリトレースメントを今度引いてみましょうか。挿入フィボナッチエキスパンションですね。で今日落ちましたと、79円ぐらいまで落ちましたと。で最初の高値が79円の、まあ、45銭ぐらいまで上昇で、その後落ちて、79円の20銭ぐらいまで行きましたと。そうするとちょっと見にくいんですけど、すいません、61.8% がちょうどここのところ79円の50銭な、こういうのに時間かかりましたけど超えてきました。で1倍戻しが、79円のこの60銭ぐらい、まあ、ここも揉み合って今ここも超えてきました。やっぱり上昇トレンドですよね。1倍戻しを超えて今上昇していきます。そうすると 23.6% 戻しが79円の80-90と言ったんですが、 1.618 倍も79円の、まあ、90銭ぐらいのところにありますので、やっぱり今日の値動きから見てフィボナッチエクスパンションで見ても、この79円の80-90あたりですね、まあ、ここが5ドル円にとっては非常に重要なところ、まあ、過去の値動き見てもやっぱりここをサポートしたところでしたよね。先ほど申し上げたように過去の値動きを見て、やっぱりこのようにサポート、一度サポートしているところで、なおかつフィボナッチエキスパンションであるとか移動平均線が交差しているところっていうのは非常に重要な転換点になりますので、まあ、そういうのを探すためのこのフィボナッチエキスパンションでもありますよね。ですから今日は5ドル円今上昇トレンドなんで、株価見ながらなんですが、今ニューヨークダウンの先物210ドル安ぐらいまで、下げ幅縮小してきてますね。まあちょっとそういうのもあって黒線買われてるのかなというふうな感じもしますが、5ドル円の戦略としては、とりあえず、株価次第なんですけど、まずは79円の70-80を売ってみますと、この60-80でもいいんですけど、ここら辺で売ってみます。ストップは、80円の、まあ、60-70で売るか70-80で売るかにもよるんですけど、まあ、80円ちょうど10超えたあたりにストップを置いて、この 1.618 倍を超えたところでストップと。で、まあ、その手前は、まあ、こういう一度揉んだところでもあるんで売ってみる、まあ、そういう戦略これ立てられますよね、今日の5ドル円の動きを見ると。まあ、今もし下でロングだった人は、まあ、そこで一部リグって土点ショートでもいいし、まあ、そこを超えてしまうと 2.618 倍が80円の30銭ぐらいまでありますよね。で、まあ、80円の30銭からこの60銭ぐらいのところ、昨日揉み合って落ちる前の高値だったところなんで、やっぱりここら辺がレジスタンスになってくるのかなという感じがしますね。一旦削除しましょうか。今こういう風になってますと。で、じゃあフィボナッチリトレースメントで見ると、昨日の高値から、
安値までドスンと落ちたところの、まあ、半値戻しも79円の80銭ぐらいなんで、やっぱりこの79円の80、90っていうのはいろいろな意味で、止まってもおかしくないところなのかなという。最初やっぱりこの 38.2 戻しのところがこう抜けるのが、なかなか大変でしたよね。 38.2 戻しが、まあ、このように見ていくとやっぱり今日の5ドル円に関しては、ちょっと79円の80、90を抜けられるかどうかポイントになってくると思います。そうですね、まあ、あと4時間足見ても今こんな感じですね。さっき言った4時間足の10本ということで、やっぱり79円の今4時間足の10本だと74ぐらいにありますよね。今ちょうどそこが高値になってます。4時間足2本連続で陽線つけてますけど、これどうでしょうか。そんな感じですね。みんなちょっとユーロ円もその一旦高値をつけて、ショートカバーニューヨークが入ってくる前にショートカバーして、今ちょっと様子を見ているところかなと。ユーロ円はそうですね、4時間足なんかを見るとちょっと今上か下か若干上だなみたいな感じもするんですけど、1時間足を見ると今ちょっと落ちてきてますよね。130円のところが一旦高値だったのかなという感じもします。やっぱり今のところやっぱりドル円のショートが一番安心感があるのかなと。やっぱりドル売りですよね。もし株価が、下がってもクロス円の売りというよりは、もしかしたらドルの売り、ドル円の売りのというふうに、なってしまうのかもしれません。まあ5ドル円で言えばやっぱりちょっと今一旦この79円の50、60あたり抜けるのが苦労してたんで、今そこら辺まで落ちてきてますが、そこを再度下抜けできるかどうか、まあそこが今ちょっと今攻防戦をやってるところなのかなという感じがします。はい。まあそういう感じで、いくつか、今日はご紹介して言ったんですが、まあ、JFX さんで、メタトレーダーこうのサービスが、始まりまして、まあ、非常にいろいろなインディケーターもあって、まあ、いくつかメタトレーダーのインディケーターってタダでこう取ってこれるような、サイトもあるんですね。まあ、非常に世界中の人たちが、これ使ってますので、いろいろなインディケーターを開発された方もいらっしゃるので、今度、まあいずれまあそういうサイトもご紹介したいかなというふうには思うんですが、まあ、そういうふうにいろいろなインディケーターがございますし、まあ、使い方によってはこれ非常に使い勝手のいいサイトですし、さまざまなインディケーターもありということで、まあ、僕もやっぱり一番、これ気に入ってるんで、メタトレーダーないとトレードできないぐらいの感じですね。まあ、そういうことで皆さんもぜひ、JFX さんに口座を開いて、まあ、これ口座持ってらっしゃらない方も聞いてらっしゃると思うんですが、口座開いていただいて、メタトレーダーを使って、トレードしていただければいいと思います。もう少しこの時間動くかなと思ったんですが、ちょっとニューヨーク入ってきてからになりそうですね。ということで、今日は、ここら辺で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。